皆さんは浅井長政という人物を知っていますか？織田信長の妹を軽室に迎えていながら信長を裏切り、最後には自害した戦国大名です。裏切った理由については諸説ありますが、もし長政が信長を裏切らなかったら、その後の浅井家や戦国の世はどうなっていたのか。今回の動画はそんなもしもの世界を解説していこうと思います。なお本動画はあくまで当チャンネルの考察です。ぜひ皆さんの考察をコメント欄でお聞かせください。第1幕、浅井長政とは。浅井長政の裏切りについての考察に入る準備として、まずはその生涯を大まかにたどっていきましょう。浅井長政は天文14年1545年、北近江の大名浅井久政の嫡男として生まれました。ただ生誕の地は北近江ではなく南近江の観音寺城下だったとされています。当時浅井氏は南近江の大名六角氏の臣下で、その六角氏が観音寺城を本拠としていました。言ってしまえば長政は六角氏の人質として生まれ育ったのです。事実長政が初期に名乗っていた片政は、主君六角義方から一字をもらった名前でした。長政の最初の妻も六角氏家臣の娘だったとか。しかし永禄3年1560年になると、六角氏の支配を嫌う家臣たちがある行動に出ました。なんと久政を追放して長政を当主に祭り上げたのです。家臣たちの大きな期待に応えるべく、若干15歳の長政も六角氏との決戦に立ち上がります。六角氏の支配から脱するという決意として、片政の名を捨て妻を南近江に送り返しました。そして数の上で劣る浅井軍を巧みに率いて、六角軍との戦いを逆転勝利に導きました。浅井氏は晴れて完全な独立を果たしたのです。その後六角氏は衰退の一途をたどる一方、浅井家は着々と北近江の支配を固めていきます。とはいえ長政が正式に当主となってからも、父久政の影響力は根強く残っていました。長政はそうした難しい立場にありながら、浅井家の安定と繁栄に力を尽くしていたのです。永禄11年1568年頃に織田信長と同盟を結び、その証として信長の妹お市の方を軽室に迎えます。しかし義兄弟の友好は長くは続きませんでした。決裂のきっかけは元亀元年1570年に浅井氏の盟友朝倉氏に織田軍が攻め込んだこと。長政はどちらにつくか悩みに悩んだ末、朝倉氏と手を結ぶという決断を下します。こうして織田家との同盟関係は破綻し、約3年にもわたる熾烈な戦いが繰り広げられることになります。家臣団の揺るぎない結束に助けられ、長政は強敵信長を何度も苦境に立たせました。しかし最後には力及ばず、天正元年1573年頼みの綱であった朝倉氏がついに滅亡。もはやなすすべがないと悟った父久政は、この年の8月27日に切腹してしまいます。そして翌28日、父の後を追うようにして浅井長政も29歳の若さで自害を遂げたのです。逃亡していた嫡男満福丸も追っ手に見つかり、わずか10歳で処刑されてしまいました。ここで戦国大名としての浅井氏は滅んだのです。第2幕、なぜ裏切ったのか。さてやはり気になるのは、浅井長政がなぜ織田信長を裏切ったのか。これに関しては数多くの説が唱えられており、今でもはっきりとした結論は出ていません。とはいえ
浅井氏を襲った悲劇の始まりが信長との間で結んだ同盟にあったことは確か。この同盟に求めていたものが二人の間で大きくずれてしまっていたからです。ではそのずれとは一体どのようなものだったのでしょうか。それを知るには浅井氏がたどった歴史について簡単に振り返っておく必要があります。浅井氏は長政の祖父助政の代からずっと北近江の地を統治していました。助政は実に優れた外交手腕を持つ人物であり、たびたび窮地に陥りながらも南近江の六角氏と勢力バランスを取り続けました。一方で近江の北にある越前の朝倉氏とは巧みな交渉を通して協力関係を築き上げます。久政の代になっても六角氏への従属に耐えつつ北近江の支配をなんとか保ち続けました。こうした経緯から浅井氏の者たちには北近江に対する特別な思い入れがありました。しかし浅井氏による北近江の支配は長政の代に入ってもまだまだ不安定。その上長政は当主となって以降も浅井氏を自由に動かせたわけではありません。第一幕でお伝えしたように久政は隠居してからも発言力を持っていたようです。家臣たちの熱い支持を得て当主となった長政でも父の意向を無視することはできませんでした。そうした中、織田信長が近江の東に位置する美濃へと勢力を広げてきました。当然長政は信長の動きに警戒を強めます。ところが信長は美濃への進出と同時になんと同盟の話を持ちかけてきたのです。もし同盟が実現すれば浅井氏は東側の国境を安定させることができます。この時長政は信長から朝倉氏を攻めないという約束を取り付けたそう。万が一織田氏と朝倉氏の関係が悪化すれば浅井氏代々の外交方針が狂ってしまうからです。信長がこの条件を受け入れたことで二人は晴れて義兄弟の関係になったのでした。浅井氏にとって信長と同盟を結ぶ目的はあくまで北近江の支配を安定させるため。言い換えれば北近江さえちゃんと守れればそれ以外は何も求めていなかったとも言えます。ところが信長は自国の安定に加えてよりスケールの大きい目標を掲げていました。それは畿内の統一と室町幕府の再興でした。こうした目的を達成する上で畿内近くに領地を持つ浅井氏の支援は不可欠です。実の妹を嫁がせたほどですから信長が同盟に込めた期待も相当なものだったはず。ただし同盟とは言っても力関係では信長の方がはるかに上でした。浅井氏は北近江と無関係の戦に駆り出されたりと半ば主従関係のようになっていたといいます。この他にも悩みの種がありました。信長が幕府再興の一環として南近江にまで手を伸ばしてきていたことです。もし六角氏が滅びれば南近江全体に信長の力が及ぶようになるでしょう。もちろん六角氏が力を失うこと自体は浅井氏にとっても大きな利益になります。ここである不安が長政たちの頭をよぎりました。このまま信長の思い通りにやらせておけばいつか北近江を脅かしてくるかもしれない。浅井氏にとって北近江は何が何でも守り抜きたい土地。信長としては北近江を自分のものにする気などさらさらなかったかもしれません。ですが長政をはじめとした浅井氏の面々には信長の動きが脅威に移ってしまったのです。そして同盟の成立からわずか数年後、義兄弟の仲を引き裂く決定的な事件が起こりました。織田軍が朝倉氏のもとに軍を進めたのです。
信仰の理由は信長の上洛に協力せよという命に朝倉氏が従わなかったからだとされています。とはいえ信長のこうした軍事行動は同盟を結んだ際の約束に反していました。長政からすれば先に裏切ったのはそっちだと言いたいくらいだったかもしれませんね。浅井氏の信長に対する不信感は頂点に達します。先代から続く朝倉氏との関係を重んじる久政は信長を攻めるという決意を示しました。まるで家臣のような扱いを受けていた者たちも信長との決戦を呼びかけたといいます。信長を攻め滅ぼして北近江を死守するか、それとも信長の一家臣に甘んじるのか、想定外の事態を前にして浅井氏は一か八かの賭けに出たと言えるでしょう。こうしたいきさつによって浅井長政は義理の兄を敵に回すという決断に踏み切ったのです。しかし約3年にわたる交戦も虚しく、最後には一家滅亡へと追い込まれてしまいました。同盟に求めるものが互いにずれてさえいなければ、このような悲劇は起きなかったかもしれません。第3幕、もしも裏切っていなかったら。いよいよここからは浅井長政について畏怖の歴史をじっくり考えていきましょう。もし長政が信長との同盟関係を保っていたら、その後の浅井氏はどうなっていたのか。まずは元亀元年1570年の朝倉攻めで信長と連合軍を組むことになったでしょう。そして史実通りに朝倉氏を滅亡へと追いやります。ひょっとすると朝倉攻めの先行として越前の一部が長政に与えられた可能性もありそうです。そうなれば浅井氏ゆかりの地北近江の支配もより安定していったかもしれません。信長は若くして当主となった長政の実力を認め、その将来に大きな期待をかけていたといいます。実際実の妹を継室としてこし入れさせるほど長政との同盟を特別なものと考えていました。もし長政が信長の協力者であり続ければ、信長も義弟を大切な仲間として扱ったでしょう。ちなみに同じく信長の盟友であった人物に、あの徳川家康がいます。家康は信長から家臣のような扱いを受けながらも、信長の勢力拡大を一貫して支え続けました。その類まれな忍耐強さが後の江戸幕府に実を結んだとも言えます。もしかすると長政も家康に匹敵する指折りの有力大名に成長していたかもしれません。ただしそのためには長政はいくつかの妥協をする必要がありました。史実から考えれば長政と信長の間には一種の主従関係がついて回ったと考えられます。もしかすると途中で別の土地に所領を移され、北近江の大名ではなくなっていた可能性も。こう考えると信長に協力し続けるという選択に隠居した久政らが納得したかどうかは疑問ですよね。しかしここでは家中の反対意見を何とか抑え、長政が同盟を保ったと想定してみましょう。浅井が戦国の世を生き残るには義兄弟の友好を失うわけにはいかない、そう判断した長政は時には不満を覚えつつも信長への忠誠を貫いたのです。ですが天正10年1582年、本能寺の変によって信長が非業の死を遂げます。信長の死を受けて長政は今度は徳川家康と直接同盟を結ぶことにしました。信長と同じく長政に一目置いていた家康もこの同盟の成立を大いに喜びます。そして長政は幾多の困難に見舞われながらも着実に勢力を強めていったのです。時は流れ、慶長8年1603年に江戸幕府が成立。
ここでは史実と同様、長政の娘郷が徳川家に嫁ぎ跡継ぎを産んだと考えてみましょう。浅井氏は将軍家の親族として影響力を振るいました。その後も江戸幕府との友好を保った浅井氏は長きにわたって有力な一族であり続けたそう。以上は一つの考察に過ぎませんが、こんなストーリーを描くことができそうです。ではもし浅井氏が滅亡しなかったら、長政の家族はどんな人生を歩んだでしょうか。史実によると、長政亡き後のお市の方は信長の重臣である柴田勝家に嫁いでいます。ですが結婚の翌年、豊臣秀吉との戦に敗れた勝家と共に自害。あの時長政の裏切りがなければ浅井氏の妻として一生を過ごしていたことでしょう。しかも長政とお市の方は皆が羨むほど仲睦まじい夫婦だったとか。戦国随一のおしどり夫婦として二人は末永く幸せに暮らせたかもしれません。また幼い嫡男満腹丸が無残に殺されるという悲劇も起きなかったはず。もし満腹丸が無事に成長していたら、武将としてどんな活躍を見せてくれたでしょうか。長政らの大きな期待を背負いつつ、浅井氏を立派に受け継いでいたかもしれません。こうして様々な想像を巡らせてみると、やはり浅井氏のあまりに早い滅亡が惜しまれますね。一方、長政の選択は浅井氏自体の運命に加え、多くの戦国大名の人生も左右していました。まずは義兄の信長について考えてみましょう。長政による予想外の裏切りに直面して、信長は大きな苦戦を強いられることになりました。最後には勝てたとはいえ、勢力拡大に際して深刻な足止めを食らったことは確実。例えば畿内統一も、あの裏切りがなければもっとスムーズに進んでいた可能性が高いのです。そしてもし信長が本能寺の変よりも前に畿内統一を成し遂げていたとしたら、明智光秀も謀反をためらったかもしれませんね。またもし長政が信長を裏切らなかったら、豊臣秀吉の運命も大きく変わっていたでしょう。つまり秀吉の出世は史実より大幅に遅れたか、もしくは実現しなかった可能性があります。というのも、秀吉が出世したきっかけには長政の動きが深く関わっているからです。朝倉攻めから浅井氏滅亡にかけて、秀吉は数多くの活躍の機会に恵まれました。信長にその功績を認められ、異例ともいえるほどの大領地を与えられます。その結果、誰もが驚くようなスピードで有力大名の仲間入りを果たしたのです。逆に言うと、長政の裏切りがなかったら、秀吉はこれらの手柄を挙げようがありませんでした。浅井氏が当時どれほど大きな影響力を持っていたか、思わず考えさせられますよね。長政の決断一つで歴史の流れが完全に違っていたかもしれないのです。第4幕、浅井家のその後。さて、ここからは史実に戻りましょう。長政の自害と満腹丸の軽視によって、浅井氏の男系は途絶えてしまったと言われます。ですが女系に目を向けてみると、浅井氏の血筋はしっかりと受け継がれています。長政とお市の方の間には3人の娘がいました。長政の長女茶々は後に豊臣秀吉の側室となり、秀頼という男子を出産します。ところが大阪の陣で豊臣氏が敗れた結果、母子ともども自害に追い込まれてしまいました。次女の初は若狭の国の大名京極高次に嫁ぐも、二人の間に子供はいなかったそう。ところが三女郷とその子孫たちは実に驚くべき歴史を歩んでいきました。彼女たちの足取りを追っていくと、
なんと今の天皇家にたどり着くのです。一体どういうことなのでしょうか。豪は徳川幕府2代将軍秀忠の系室となり、後に3代将軍を務める家光を生みました。その後、家光の夜叉子にあたる真珠院が九条家という公家に輿入れすることになります。豪はまた秀忠に嫁ぐ以前、豊臣秀勝との間に貞子という娘を設けていました。貞子も真珠院と同じく九条家に嫁入りしています。そしてこの九条家こそが天皇家に浅井氏の血筋を伝える役目を果たしました。なぜなら大正天皇の妃貞明皇后はまさに九条家出身の女性だったからです。貞明皇后は後の昭和天皇を生み、その血脈は上皇、さらには今の天皇へ。長政亡き後、浅井氏の血は途絶えるどころか、誰もが驚くような大発展を遂げたのです。浅井長政は義理の兄織田信長と敵対した末、悲惨な末路をたどることになりました。ですが、もしあの時長政が信長を裏切っていなかったら、いろいろと想像が膨らむテーマではないでしょうか。この機会に皆さんも浅井氏にまつわる畏怖の歴史を考えてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画を面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いいたします。